5月に全国で発売されたジャンボ宝くじで、1等10本のうち3本が札幌市内で販売されていたことが分かりました。高額当選が出る売り場は何が違うのか覗いてみました。4億円の出たんですか？本当ですか？3箇所も5月、札幌に幸運の女神もやってきて販売された能登半島地震被災地支援ドリームジャンボ宝くじ。先月その当選番号が決まりましたが、1等3億円10本のうち3本が札幌市内の売り場だったことが分かりました。しかも連番で買っていたため、前の賞前賞の1億円を加え、手にした当選金は4億円です。なんか夢の香りがしますね。ちょっと行ってみましょう。4億円。一箇所目は清田区平岡の平岡イオンチャンスセンター。見た目は普通の売り場と変わりませんが、何かこだわりがあるのでしょうか？近所に三里塚神社がありますので、お散歩がてらご利益ありますようにとお参りしております。売り場の近くにある三里塚神社、祀られている女神宇賀の御霊の神は商売繁盛のご利益があると言われ、店長はこの女神が高額当選を呼び込んだのではと話しています。3本が札幌市内から出たということはまさしく奇跡でございます。ものすごい運がいいというほかございません。2カ所目は北区愛の里の札幌愛の里チャンスセンター。見た目は高額当選に縁があるようには見えませんが、こちらはもともと藍の栽培が非常に盛んな地域と聞いております。1万円札渋沢栄一は藍の里藍につながっております。明治時代藍の栽培が盛んだったという藍の里。新1万円札の顔渋沢栄一も藍玉で財を成したため、店長は藍の里は今お金に縁がある場所なのではと期待を膨らませます。すごい羨ましいなって思います。もし当選したら全身の脱毛に使いたいです。残る1箇所は新札幌サンピアザの売り場でした。ちなみに10枚買って1等が当たる確率は100万分の1。ざっくり例えると20キロのお米の中から一粒を選ぶ確率になります。わかりやすく赤く塗られてましたけれども、はい、やっぱり身近な販売店で売られると当選出ますとやっぱり驚きますけれども、まあ、今回能登地震支援のドリームジャンボ宝くじですが、実はね番組でも合わせて900枚視聴者プレゼントしてたんですけども、はい、3000円が9本出ました、はい、鶴岡さん なかなか現実は厳しいんですけど、はい、宝くじはどうです？いや僕も買ったことありますし、はい、昔10万円当たったこともあるんで、すごいですね。そうもう本当20年23 25年ぐらい前ですかね。いや社会人野球の時代でものすごくなんか嬉しかった記憶あります、はい、いい思い出ですね。いい思い出ですね。さて、まあ、10枚買って1等が当たる確率が100万分の1、ちょっとやっぱりピンとこないかなと思いますので、うん、はい、その他の確率をちょっと用意してみましたが、四つ葉のクローバーができる確率が10万分の1なんだそうです。そして黒ひげ危機一髪という、まあ、ゲームがありますけれども、はいはいはい、あれが1回目で飛び出す確率が100分の 7.7 です。そしてガリガリ君の当たり棒が出るのが25分の1の確率だそうです。どうですか、ね、ここで経験があるのは野宮さん、四つ葉のクローバーとガリガリ君のこれはなかなか経験あるんじゃないかなと思います、うん、あります。私でもね、あの日韓ワールドカップの札幌開催試合3試合あったんですけど、あれ全部当たったんですよ。すごい、あの、ね、人生の運そこで使い切ってます。切っちゃったんだ。切っちゃってます。今もう何もない、ガリガリ君だけいやガリガリ君でも嬉しいけど
嬉しい嬉しい。でも一方でこれ当選者が受け取らないまま時効を迎える宝くじの当選金は年間100億円近くあるということですので、購入された方もう一度確認してみてください。